森島忠君、委員長、森島君。日本維新の会、森島です。早速質疑に入りたいと思います。今回の民訴法を改正する法律案においてはですね、主目的は、民事裁判の IT 化等を行うことで、迅速化、効率化を図り、国民に利用されやすい制度を目指すものと考えている次第ですが、その上でまずですね、先日の参考人質疑を聞くに、日本の裁判における IT 化に関しては遅いというのと、かつもう不可避という意見が多かったと思いますので、課題はあれどこれは進むしかない道かなというふうに思っています。でちなみに世界銀行のビジネス環境評価における各国の比較を見るに、我が国は裁判手続きの質を含めた契約執行分野の評価というのが低くてですね、それは事件管理や裁判の自動化、IT 化の評価が大変低かったことによると、解されているようなんですけど、特に山本参考人なんかはですね、平成の前半は当時の技術を使って、前向きに改革っていうのをやってきたけど、後期はちょっと、停滞してたんじゃないかと、そういう話もありました。で、その理由っていうのを教えてほしいのと、例えばですね、平成16年の民訴法改正によってオンライン申し立て等が可能になりましたが、こうしたこうインターネットの試験的運用っていうのはこれ過去あんまり利用されなかったっていう認識があるんですけど、そうした背景を教えていただきたいと思います。法務省金子民事局長。お答えいたします。我が国における民事訴訟手続きの IT 化につきましては、平成8年に成立した現行民事訴訟法により、民事訴訟手続きにおける電話会議システムやテレビ会議システムの利用が始まり、特に電話会議システムの利用は実務上広く普及しております。また、平成16年の民事訴訟法改正により、インターネットを用いた申し立て等を可能とする規定が設けられました。これを受けて平成18年には支払い特則手続きについてインターネットを用いて申し立て等を可能とする特則手続きオンラインシステムが導入されるなど、利用者の利便性を向上させるための IT の活用が図られてきました。このように平成8年16年の民事訴訟法改正において IT の活用が進められ、実務上は一応の対応が図られてきたものと認識しております。もっとも平成16年以降はインターネットを用いた申し立て等を可能とする試験的な運用が一部の裁判所の一部の手続きで実施されたものの、訴訟記録が紙媒体によるものとされたままであり、当事者の利便性の向上に乏しかったことなどから、その利用が進まなかったこともあり、民事訴訟手続きの IT 化を促進する法改正がされてこなかったというふうに位置づけられるところでございます。もっとも近時、ウェブ会議が急速に普及するなど、IT を取り巻く社会の状況は大きく変化し、諸外国においても欧米等を中心に民事訴訟手続きの IT 化が進められていること等を踏まえ、我が国においても民事訴訟の IT 化に向けた検討が進められ、今般民事訴訟手続きの IT 化を実現する改正法案を提出したものでございます。委員長、森島君。ありがとうございます。今の説明では、対象が一定こう、地域とかも含めて限定的であったりですね、データと紙のパラレルであったりっていうことが要因となったということで、ニーズをあまりこう、感じてもらえなかったとか、利便性を感じてもらえなかったっていうことに起因していると思うんですけど、今回、法改正がたとえなったとしてもですね、こうした根本的な問題を、解決しないとですね、同じ、利便性を感じてもらえないと、問題解決にはつながらないということも考えられるので、こうシステムを作る上でですね、限定的とかなものにならず、制度の定着に至るまでしっかりと目標を定めたデジタル化っていうのを推進してほしいと思っているんですが、例えば諸外国においては、これ、民事訴訟法に限らずですね、すべてこうインターネット上で裁判手続きをすることができる、インターネット裁判所の設立なんかも本格的な話がされていて、IT 化が進んでいるんですけど、やはり日本におけるそういう IT 化導入の議論というのは、そうした先進国の状況から比べると遅れているのかなというふうに言わざるを得ないと思いますが、実際に海外の状況を簡単に教えてください。金子民事局長。委員ご指摘のとおり、諸外国においては民事訴訟手続き等の IT 化が進められているところでございます。ここでアメリカ、ドイツ、韓国の例をご紹介します。アメリカでは連邦最高裁判所を除くすべての連邦裁判所におきましてインターネットの利用が可能であり、
平成30年には弁護士に代理されている当事者は原則としてインターネットの利用が義務付けられることとなっております。ドイツでは平成30年にインターネットの利用が可能となり、令和4年1月1日以降は弁護士についてはインターネットの利用が義務付けられております。韓国では平成23年から民事通常事件においてインターネットの利用が可能となり、平成25年からは家事事件、行政事件について、平成26年からは破産再生事件について、平成27年からは執行事件、秘書事件について、それぞれ申請の対象が拡大されていると承知しております。以上、森島君。ありがとうございます。各国進んでいると言いますし、アメリカにおいてはもう原則論がインターネットになっているということで、かなり先進国においては IT 情勢は日本より進んでいるというふうに思うんですけど、先ほど僕から話したインターネット裁判所などといったこう記述とか、意見を見るにですね、これ今も回答でありましたように民訴法以外の部分での IT 化っていうのもこう進んでいるので、この点に関してはぜひ参考にしていただきたいなというふうに思ってます。で、国内においては議論見てきたんですけど、未来投資戦略などを経まして、内閣官房に裁判手続き等の IT 化検討会というのが設置されて、その中で裁判手続き等の IT 化に向けた取りまとめというのが公表されました。で、その方向性としてはですね、裁判手続き等の全面 IT 化を目指すべきとかですね、電子情報によるオンライン提出へ極力移行し一本化していくというふうにされておりまして、訴訟記録について、紙媒体を併存させないことが望ましいということまで書かれておりました。で、それが当面の目標というのは理解しているんですが、今回の法改正では e 提出の義務化は訴訟代理人に絞られていまして、ある意味、まだ、時代的にも道半ばというのは仕方ないと思うんですけど、道半ばという状況を、理解しつつも現段階で、落としどころをつけた理由と、今後の展開について教えていただけると幸いです。金子民事局長。お答えいたします。インターネットを用いた方法により訴えの提起等をすることができるようになった場合には、訴訟記録が電子化されることと相まって書面管理等のコストを削減することができ、さらには訴訟手続きの迅速化、効率化が図られることとなって、民事訴訟に関する社会全体のコストが削減されることとなります。このような観点からすれば、訴えの提起等は可能な限りインターネットを用いた方法によるより行われるのが望ましいと考えられます。改正法案において弁護士等の法律専門職にある者にインターネットを用いた申し立て等を義務付けることとしたのは、これらの者は職務として民事訴訟手続きに関与するもので、あるから訴訟手続きの迅速化効率化に率先して取り組むことを期待することができ、また一般にインターネットを用いた申し立て等に対応する能力を十分に有しているものと考えられるためであります。これに対して弁護士等以外の者にインターネットを用いた申し立て等を義務付けることとした場合には、現状ではこれに十分に対応することができないものが一定数存在するものと考えられ、これらの者の裁判を受ける権利にも影響を及ぼすことが危惧されるところでございます。そこで改正法案では弁護士等以外の者についてはインターネットを用いて申し立て等をすることができるようにしているものの、これを義務付けることまではしていないということになります。もっとも先ほど述べたインターネットを利用するメリット等を踏まえると、弁護士等以外の者においても、広くインターネットを用いて裁判所に対する申し立てが行われるようになることが望ましいところで、ございます。法制審議会から答申された要項でも、最高裁判所規則において申し立てをインターネットを用いた方法によりすることができるものは、申し立てをインターネットを用いた方法によりするものとする旨の訓示規定が設けられることが提案されているところでございます。法務省としましても、インターネットによる申し立てが広く行われるように関係機関等と連携して必要な環境整備に努めてまいりたいと考えております。森島君。はい、最初の問いでもありましたように、やっぱりこう紙とデータのパラレルということでは、その効果をフル発揮はできないというのは事実ですが、今おっしゃるようにこう裁判を受ける権利というのはもう等しくあるので、それは状況を見て、発展的にこう原則オンラインに少しずつでも移行して、いければいいかなというふうに思っているんですが、最終目標はあくまでこう裁判手続き等の全面 IT 化でありまして、紙媒体とデータの、併存というのは、
段階的にまあこれも解消していく話なのかなというふうに思っているんですが、まあ、その一本化もそうなんですけど、今こう E 提出の次のステップとして考えるべきはですね、裁判データの活用というふうに推定します。で、裁判データの活用に関してですが、まあ、どのような範囲でこう活用できるかっていう検討がされているのかあれば、教えていただきたいのとですね、例えばこう判決のオープンデータ化などはこう参考人の質問とか聞くと、むしろこう行政側とか、裁判所がですね、こう期限決めて実証実験したりした方がいいんじゃないか、まあ、トライした方が、まあ、導入に向けてこう進むんじゃないかっていう、まあ、意見などもあったんですが、まあ、そうした考えとか検討って今、まあ、法務省の方でされているのか教えてください。法務省竹内司法法制部長。お答えいたします。委員ご指摘の民事判決のデータでございますが、社会全体で共有活用すべき重要な財産でありまして、より広く国民に提供されるようにすることが重要であると認識をしております。現在その民事判決データを集約しデータベース化する要望が高まっていること等を踏まえまして、公益財団法人日弁連法務研究財団主催のプロジェクトチームにおきまして、民事判決データの利活用等にあたり検討すべき課題や対応策について実務的協議が行われておりまして、法務省および最高裁判所もオブザーバーとしてこのプロジェクトチームに参加しているところでございます。検討の過程におきましては、多数の判決に効率的な加盟処理を行うには AI ツールの活用が必要であるとされまして、現在こうしたツールの実証実験を踏まえてその改良を重ねつつ、必要となる人員体制を含めて適切な加盟処理のあり方について検討が進められているところでございます。法務省といたしましては、こうした検討の成果を踏まえましてデータベース化の早期実現に向けて必要な検討を行ってまいりたいと考えております。森島君。はい、ありがとうございます。まあ、期限的な目標というのは聞かれなかったんですが、まあまあ、日弁連さんたちもこうプロジェクトチームを作って検討しているということで、それは前向きにサポートをしてほしいと思います。まあ、これもデータの活用ということに関しては弁護士さんたちにとっても有用なものというふうに考えているので、それは業界へのプッシュも含めて具体的にこう進捗するようにこう後押ししてほしいというふうに思います。ちなみになんですけど、こうしたこう裁判手続きのデジタル化とか、まあ、データ活用を図るんであれば、これ一気にやった方がいいっていうのが前回の参考人の意見で、まあ、何個かありました。まあ、そういう見立てだったんですけど、本改正案ではこう施行されて後ですね、まあ、5年を経過した場合に改正後の施行状況について検討し、まあ、必要があれば所要の措置を講じるとされている中で、5年の検証期間自体長いんじゃないかと、今のテクノロジーを考えたらという意見もこれ実際ありました。で、こうした意見も踏まえて、まあ、5年を待たずに、例えばこう電子決済の方法であったり、まあ、E 提出の義務化の範囲とか裁判の審理期間を定める手続きの、まあ、ケースごとの可否とか、まあ、個別具体の話たくさんあると思うんですけど、まあ、改正案における、まあ、細部の規定など、まあ、途中で見直すというか、まあ、それを検証するということはその余地があるのかも含めて聞きたいと思います。金子民事局長。お答えいたします。法律案には委員ご指摘のとおり、改正法の施行後5年を経過した場合の検討条項が付けられております。これは本法律案の施行後も情報通信技術や社会経済情勢の進展や変化を踏まえ必要な見直しを検討する必要があることによるものですが、他方で本法律案による改正は民事訴訟手続き全般に及ぶ相当大規模なものであり、その見直しを検討するには相応の期間の運用実績を考慮する必要があると考えられます。そこで5年の経過した場合の経過措置ということにしているものでございます。もっとも本法律案の適切な運用を図るためにも、本法律案の成立後にその運用状況を的確に把握していくことは必要であると考えておりまして、法務省としましても本法律の施行後、関係機関や関係団体と連携し、本法律の施行後の具体的な運用状況を適切に注視してまいる所存でございます。森島君。もちろん多岐にわたることは重々認識した
上でですね、まあ、施行後5年となると、やっぱりこう今の技術進化からすると、やっぱり時代遅れになっていく可能性ってもちろんあるんで、その全体感はちゃんと施行状況を見ながらこう、精査していくっていう、ことは非常に大事だと思いますし、今何かしらの明言ができるわけじゃ、まあ、法改正前なんで、できないと思いますけど、まあ、テクノロジーの進化も見つつですね、まあ、運用できることは運用していってほしいなというふうに、思っております。で、今回ですね、こう法改正がなったとしてもですね、こう実運用面に関しては実際には裁判所規則等でその手続きがこう多く、定められていることを鑑みますと、ここの定期的な見直しって、これからも必要になりますし、まあ、そのためにはこう技術水準を、追いかけられる人材の確保とか育成が、必要になると、これは別所参考人がお話ししていましたし、先ほど鈴木委員からの質問でもあったんですけど、まあ、最高裁の人材確保に関する、質問、まあ、重なりますが、教えて、考え方を教えていただければ幸いです。最高裁判所、小野寺総務局長。お答えいたします。裁判所といたしましても、民事裁判手続き等の IT 化の検討、準備が本格化する中で、IT 人材等の専門的な知見や経験を取り入れていくことは有用であるというふうに考えております。最高裁判所において、令和3年には合計3名、令和4年4月に1名の IT 人材を採用し、さらに本年5月には2名の採用を予定しているところでございます。今後とも裁判所における IT 化の検討状況、技術水準や技術動向などを踏まえながら、必要に応じて適切な体制を確保していくよう検討に努めてまいりたいと思っております。森島君。はい、必要に応じてしっかり確保するということなんですが、まあ、状況に応じた採用っていうのも大事だとは思ってるんですけど、まあ、先ほど鈴木委員の答弁でいうと、まあ、採用する方も任期付きの、職員であったり、まあ、臨時職員ということ、なので、まあ、どちらかというとですね、まあ、管理職などこう、まあ、IT 人材の登用にあたっては長期的なビジョンを描いて、しっかりちょっと確保というか、採用計画っていうのを立てていただきたいと思いますし、まあ、その知識もやっぱり共有地というか、まあ、裁判所にこうストックしていかないといけないと思いますので、まあ、その点をお願いしたいというふうに思っています。続きまして、IT 化から移りたいんですけど、いわゆる期間限定裁判ですね、まあ、当事者の申し出による期間が法定される審理の手続きに関してなんですが、まあ、この、手続きを、今回、まあ、導入する前提としてですね、まあ、審理期間の見通しが立たないことが裁判を利用する上でのハードルになっていると、まあ、法務省さんの説明ではあったんですけど、それって定量的に言えるんでしょうか。まあ、これで訴訟提起が増えるっていう根拠があるのかっていうのをちょっと聞きたいと思います。金子民事局長。お答えいたします。平成28年に実施された民事訴訟利用者調査におきましては、裁判が始まった時点で裁判が終わるまでにどれくらいの時間がかかるか、事前に予想がついていたかとの質問に対し、全く予想がつかなかったとの回答が 56.4% でございました。また、同調査においては、裁判を躊躇した気持ちがあったかとの質問に対して、はいとの回答が 49.4% であり、その理由として裁判は時間がかかると思ったからが当てはまるとの回答が 78.4% でございました。法制審議会の部会におきましても、紛争解決までに要する期間の予測可能性が低いことが訴訟による紛争の解決を躊躇させる要因になっており、審理期間の予測可能性を高めることには大きな意義があるとの意見や、その審理期間が適切となるようにする必要があるなどの意見が出されたものと、承知しております。これが導入されたことによりどの程度 その訴えが増えるかということについては現段階でお答えすることが困難。森島君。そうなんですね、これ今見通しがつかなかったっていう意見であったり、まあ、躊躇したっていう意見があったんですけど、これって裁判手続きに入った人が
言っていることであって、まあ、裁判手続きに入らなかった人というのは、もう統計というか、アンケートの外数にこれ、なってしまうので、まあ、審理期間を定めれば、イコール訴訟提起が増えるかということを、まあ、限定するような、断定するような、アンケートとはまあ言い切れないのがまあ実情だとは思うんですけど、まあ、ニーズとしてはですね、まあ、そういう審理期間の見通しっていうのを求める声がまあ多いっていうのはまあ理解、いたします。でちなみに反対意見としては、まあ、先ほど来ありますように、まあ、本制度は、まあ、近代訴訟制度の原則である、まあ、主張立証が尽くされたときに審理終結するという趣旨に反するというもので、まあ、強いては憲法における裁判を受ける権利の侵害につながりかねないというような、まあ、強い、見解も、ありまして、まあ、それに加えて、裁判期間をこのようにあらかじめ定める制度はですね、どこの国も採用していないということが、まあ、この間の質疑で明らかになっている次第ですけど、このどの国も採用していない制度を実施するにおいて、まあ、審理が尽くされていないのではないかということをはじめ、まあ、各種の懸念が示されていることに関しての対応策をちょっとお聞きしたいと思います。金子民事局長。この手続きでは、審理期間が法定されることにより、訴訟の当事者に不当な弊害が生じないようにするため、各種対応策を講じております。まず、この手続きでは、当事者において訴訟活動を集中的かつ迅速にする必要が生ずるので、証拠の偏在や経済力に格差がある事件類型は、この制度の前提を欠くと考えられます。そのため、消費者契約に関する訴えや、および個別労働関係、民事紛争に関する訴えについては、この手続きを利用することができないこととしております。これらの類型に当たらないものであっても、事案の性質、訴訟追考による当事者の負担の程度、その他の事情に鑑み、法定審理期間、訴訟手続きにより、審理および裁判をすることが当事者間の公平を害し、または適正な審理の実現を妨げるときは、この手続きは開始しないこととしております。そのため、例えば訴訟代理人が選任されていないケースは、基本的に適正な審理の裁判を妨げるものと認められるときに該当し、この手続きは開始しないことになります。また、当事者の一方が審理期間の限定を望んでいる場合でも、これにより他方当事者の訴訟活動が不当に害されることがないよう、この手続きは当事者の双方がその利用を希望する場合のみ利用することができることとしております。さらに、一旦この手続きが開始された場合でも、当初予期していた進行とは異なり、この手続きで法定された審理期間では十分な主張立証をすることができない事態が生ずることもありえます。そのため、当事者の一方は、相手方の同意がなくとも、通常の手続きでの審理を求めることができることなどとしているほか、判決に対しても異議を述べて、通常の手続きでの審理を求めることができることとしております。以上のとおり、この制度においては、ご指摘のような問題が生じないよう、さまざまな配慮をしており、十分な審理がされないまま判決されるという事態は生じないものと考えております。はい、折島君。はい、ですね。僕も鈴木委員と一緒で、40を超えた、まあ、弁護士でもない素人、なんですが、僕自身、まあ、変な理由でこう訴えられたことがありまして、もうあまりにも不当なので、それはもう弁護士つけずですね、自力で、やってですね、弁護士なしで、まあ、勝訴というか、まあ、請求棄却を勝ち取ったことがあるんですけど、まあ、そうしたことも踏まえてですね、まあ、個人的には、訴訟代理人なしの裁判でも、審理期間を見通せる裁判あっていいというふうに、まあ、そうしたケースもあるんで、まあ、そういうケースはあるというふうに、個人的には思っています。で、もちろん裁判の審理期間を定めることに関しては批判というのは多いのは理解しているんですけど、まあ、通常の裁判においてもですね、こうまあ、被告の合意があれば、まあ、100% 認諾ということもできることを考えるとですね、当事者同士の合意がある前提で審理期間を限定すること自体がこう大きな問題になるとは、僕はそういうふうには介さないです。で、加えてですね、通常の訴訟手続きに戻れるという科学性を有することに関して、まあ法改正にあたってはこう否定的な立場からの指摘もこれは一定考慮されていると思います。なのでこうルール課題はあるものの裁判の迅速化というのは重要なテーマでありましてもちろんもう裁判官を増やすということも大事なんですけど、まあ、本制度も柔軟な裁判制度の一ツールとして活用するには有用なんじゃないかなというふうに思って
います。でちなみにこれからこう IT とか、まあ、デジタル化っていうのが、より進んでですね、こうオンラインによる審理が尽くされていく機会っていうのが増えると思うんですけど、まあ、その先にはこうより抗議の意味でデジタル裁判っていうのが、広がっていく未来を、想像するんですけど、そうなればこう現状の裁判所の所管とか土地管轄に縛られず、まあ、訴訟数と、まあ、裁判体制のこう受給ギャップみたいなものが解消されたり、まあ、よりこう専門性が高いところを、まあ、一箇所に集約するといった、まあ、そういったこう今の枠組みにとらわれないビジョンというのもこう描くことが可能なんじゃないかなというふうに思っていますが、まあ、この近未来におけるこう裁判所の管轄というのをですね、聞きたいんですが、まあ、今日大臣ないんで副大臣にお願いしたいんですが、まあ、政治家としてもう今足元のまあ規則に縛られずこう未来をちょっと描いていただけたら幸いなんですが、よろしくお願いします。津島法務副大臣。森島直委員にお答え申し上げます。この土地管轄規定のあり方についてですね、この本法律案の提出にあたって、その点についても検討されたものの、本法律案ではこの点の改正を行いものとしたものです。でこれはですね、ウェブ会議による手続きへの関与が可能になった場合であっても、やはり当事者が裁判所に出頭し、裁判官の面前で自分の言い分を述べたいとの意向が有することは、これは十分に想定されることでございます。まあ、このような意向を尊重する必要があると考えられたことによりましてですね、今回は見送りということになったわけです。でこのように土地管轄の見直しというのは、裁判所へのアクセスといった国民一般の利便性等にも関わる問題であって、まあ、ある意味とても深い論点なんですね。したがって社会における情報通信技術の進展の状況や本改正によるウェブ会議による手続きの利用の状況といった本改正後の民事訴訟手続きの運用状況、裁判手続きの利用者の意向を踏まえながら慎重に検討していくべきものであろうと私は考えてございます。森島君。はい、副大臣ありがとうございます。まあ、もちろん足元は、ね、現地に行ってっていう、まあ、当たり前のニーズを充足することが大事ですし、まあ、それにこう意見があるわけではないんですけど、まあ、未来を見据えるとですね、まあ、そういう状況もデジタルの進展とともにこう、まあ、国民のニーズというか、まあ、環境も変わってくるかもしれないで、まあ、そういった未来を見据えてどういう姿がこう効率的な裁判所の在り方なのかということも、まあ、政治家じゃないとなかなかそういう、こうビジョンというのは描きづらいと思うので、ぜひお願いしたいと思います。以上網羅的に質問させていただきましたが、ちょっと細かい論点についても聞いていきたいと思います。次に住所氏名等の秘匿制度について聞きたいんですが、これに関しても DV とか犯罪被害者が、まあ、訴訟当事者という可能性を踏まえるとですね、まあ、これは必要な制度だと認識するんですが、まあ、例えばこう裁判所に秘匿申し立てを行うケースにあってもですね、秘匿決定前に出された情報に関してはこれやはり遡って、こう比する必要があると思うんですけど、すでに出されている情報に対する対応策ってどうするのか教えてください。金子民事局長。お答えいたします。改正法案では秘匿決定があった場合には秘匿事項が記載された秘匿事項届け出書面の閲覧等、秘匿決定に加えて閲覧等の制限の決定があった場合には秘匿事項届け出書面以外の訴訟記録中の秘匿事項および秘匿事項を推知することができる事項が記載された部分の閲覧等をすることができるものを秘匿対象者に限る旨の決定を求めることができることとしております。また秘匿決定および閲覧等の制限の決定がされる前であっても、秘匿決定の申し立て及び閲覧等の制限の申し立てがあった場合には、その申し立てにつき判断がされるまでの間は、秘匿対象者以外のものについては、申し立てがあった秘匿事項及び秘匿事項を推知することができる事項とされている部分の閲覧等を認めないこととしております。これにより、決定がされる前であっても、その保護を図ることができることとしております。森島君。決定前の情報もやっぱり漏洩しないことが大事だと思うんで、ぜひ手続き中のものもしっかりと、まあ、比してほしいと思うんですけど、まあ、関連してこれ、秘匿をすることになると、もちろん裁判所にも、守秘義務が、
追わされることになると思うんですけど、こうした情報が漏えいしないための対策っていうのをどう考えているのか教えてください。最高裁門前民事局長。お答えいたします。秘匿情報はそれが相手方に知られることによって、秘匿対象者が社会生活を営むのに著しい支障が生ずる恐れのあるものでございまして、ご指摘のとおり外部に流出させるようなことはあってはならないと考えております。現行法下におきましても、このような秘匿情報が裁判書類に記載されることはあり得るところでございますけれども、これを外部に流出させるようなことがないようにするために、現在の運用では、まずは書面等を提出する当事者において、手続き遂行上必須ではない秘匿情報を記載提出しないようにしていただくようにお願いしているところでございます。でそして訴訟記録上に現れることとなった秘匿情報については、訴訟記録のどの部分に秘匿情報が記載されているかを、最もよく知る当事者において秘匿情報の記載箇所を特定していただきまして、これを裁判官も含めた関係職員間で共有して、外部に流出させることがないように注意深く管理しているところでございます。今回の改正法案においては、現在先ほど述べましたような方法によりまして、運用で対応しているものが制度化されるなどしておりまして、より確実な取り扱いになるものと考えておるところでございます。改正法の施行後においても、これまで同様に秘匿情報の適切な管理に取り組んでまいります。森島君。はい、制度構築後のことが大事だと思うんで、ぜひしっかり取り組んでいただきたいと思います。次にですね、人事訴訟家事事件手続きの IT 化に関して、これはウェブ会議による期日参加で和解調停による離婚成立を可能とする、仕組みの創設なんですけど、実ニーズとしてはこれ実際に顔を合わせたくないということはあると思いますが、とはいえ離婚などの調停事件においては、本人の真意確認が必要とされるので、この確認方法を踏まえ、ウェブ化に際する問題がないのか、一応確認したいと思います。金子民事局長。お答えいたします。現行制度の下でも離婚等の調停事件において調停の途中の協議の期日につきましては、すでに一部の家庭裁判所においてウェブ会議を試行的に実施され、家事調停手続きの特性も踏まえつつ適切に運用されているものと承知しております。裁判所においては改正法案の成立後は、このような現行制度下におけるウェブ会議の実施の結果によって得られた知見等を踏まえながら、離婚に係る和解や調停の成立の場面においてもウェブ会議による離婚意思の確認が確実にされるように運用されるものと考えております。森島君。ありがとうございます。秘匿制度とか家事事件の IT 化なんかも、安全な生活を送る上ではこれ大事なことになってくると思うので、肯定的に考えたいんですが、ルール指摘した問題はしっかりと対応していただくようお願いします。で最後確認なんですけど、今後ますますテクノロジーを用いた裁判を広げていくにあたりですね、自由審査主義というものとバーターの間柄にこれなってくると思うんですけど、根源的にオンラインによる審理に関しては裁判官の心証を形成するのに影響を与える可能性があるとも感じるんですが、そうした心証への影響をこの改正案ではどう配慮しているのかあれば教えてください。金子民事局長。申し合わせの時間が経過しておりますので簡潔にお願いいたします。改正法案ではウェブ会議による口頭弁論の規律を行うための要件は裁判所が相当と認めることと当事者の意見を聞くことです。これに対しましてウェブ会議による証人尋問を行うための要件としては、証人が裁判所に出頭することが困難な場合や当事者双方に異議がない場合等であって裁判所が相当と認めることとしており、ウェブ会議による口頭弁論と比べて厳格なものとなっています。これは証人尋問を行う場合には証人の証言内容のみではなく、その表情や声、動作、態度等も証言の真実性を判断するにあたり重要な要素となることから、相手方当事者の反対尋問を行う権利にも配慮し、ウェブ会議を利用することができる場面を限定したものです。また、ウェブ会議によることにつき、当事者双方に異議がない場合であっても、裁判所が証人の様子を直接面前で確認しながら、証言の信用性を判断する必要があると考える場合には、裁判所は相当と認められないものとして、証人に現実の出頭を求める
というような運用がされることが想定されております。簡潔にお願いいたします。裁判所の心証形成に支障がない場合に限り、ウェブ会議によるウェブ会議による会議を利用しても裁判所が心証形成に裁判官の心証形成等に影響支障がないと認められる場合に限りこれを行うこととして対応しているものでございます。はい、森島君。はい、ルール、指摘しましたが、IT 化デジタル化これも不可避なものなんで課題にはしっかり、解決しつつですね、僕たちも建設的な議論をしていきたいと思いますのでよろしくお願いします。以上で終わります。ありがとうございました。次に東